まあ、前回の決勝は長いライン相手だったんですけど、いかがでしたか？まあ、そうですね、まあ、前日ですかね、2日目の足の調子と、あと上がりタイム的には結構もう足的にはいいのかなと思ったんですけど、やっぱり後者のラインがやっぱ長くて、結局もう最終バック通過も何もできずに、まあ、ゴールしたっていう結果で、結局もう自分的にも何もできず悔しい結果で終わってしまったって感じですね。気持ちは切り替えいかがでしょう？そうですね、結構終わった日はもうすごいドヨーンってしてたんですけど、まあ、すぐ次の日からもう切り替えて、もう一回また再チャレンジっていう意味で、まあ、頑張ろうかなと思って、まあ、今回の競争を望んでるんですけど、はい。再スタートとなるここ初日どう戦いますか？まあ、もう前回の鬱憤が溜まってるんで、もう本当にもう自分の、まあ、いいところですかね、まあ、長所を生かした走りが、まあ、見せれればいいかなと思ってるので、はい。サンサンバンクはいかがですか、ご自身？まあ、地元がサンサンなんで、まあ、競技場なんですけど、まあ、前回の松戸も走ってて、まあ、そんなに悪くないのかなと思います。前橋は復帰戦だったんですが、しっかり主導権も握りました。いかがでしたか？そうですね、初日2日目と、まあ、いい感じではいけたんですけれども、まあ、最終日にちょっとあまりよろしくないレースしてしまったので、まあ、そこがちょっと自分の今回の課題かなと思って、で練習臨んできました。今は体調面どうなんでしょうか？体調面は、はい、大丈夫です。ただ右の鎖骨を折ってしまったので、そこにまだワイヤーが入っている程度 で問題はないです。今はこうどういうことを意識しながら走ってますか？そうですね、もうとにかく見せるレースって感じじゃないですけど、まあ、先輩たちからこうありがとうって言ってもらえるようなあのレースをしていきたいと思っています。3日間通して精一杯頑張りますので、皆様応援よろしくお願いいたします。